今回はマイナンバーカードの申請について尾道市役所市民課の宮本奈々さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイナンバーカードは今よく聞く言葉ですが、改めてマイナンバーカードについて教えていただけますか？はい。まずマイナンバー、個人番号とも言いますが、これは日本に住民票のある人全員に通知される12桁の番号のことです。マイナンバーカードは平成28年1月から発行されていて、表には顔写真、名前、住所、生年月日などが、裏面にはマイナンバーが記載されています。運転免許証ならと同じように本人であることを証明するものとして利用できます。市役所や銀行などで本人確認の書類として使えるんですね。ではその他にはどういった使い道があるんでしょうか？はい。マイナンバーカードには IC チップが組み込まれており、その中に電子証明書が記録されています。この電子証明書でご自宅のパソコンから確定申告などの電子申請をすることができます。また今年の3月から健康保険証としての利用ができるようになるなど、今後いろいろな申請ができるよう検討されています。その他にもマイナポイントが始まっています。マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申し込みを行って、お持ちのキャッシュレス決済サービスを選択していただければ、チャージやお買い物のお支払いをされた際に利用金額の 25% 最大5000円分のポイントが還元されます。持っているとお得な面やいろいろと便利なカードですね。このマイナンバーカードの申請をお手伝いしていただけるということですが、これはどのような内容なんでしょうか？はい。マイナンバーカードを作るための申請方法は主に2つあります。1つ目は交付申請書に写真を貼って郵送または市役所の窓口に提出していただく方法です。2つ目はパソコンやスマートフォンで専用のウェブサイトにアクセスし写真を送信する方法があります。2つとも規定に合った写真を事前に準備しなくてはいけません。また市役所本庁、三木支所、向島支所、因島総合支所、瀬戸田支所で写真の撮影からパソコンでの申請までを職員がお手伝いします。受付時間は平日の朝9時から夕方4時までで、手続きは10分程度です。手続きは10分程度ですか？これなら気軽に立ち寄れますね。料金は必要ですか？いいえ、写真撮影から申請まで無料です。え、無料なんですか？無料で写真も撮ってくれて、そして代行もしていただける、パソコンやスマートフォンの操作が苦手な人はすごく助かりますよね。はい、ぜひこの機会にマイナンバーカードをお作りいただければと思います。写真撮影と申請代行に行く際には必要なものってありますか？はい、お持ちいただくものは2つあります。1つ目は運転免許証や健康保険証など本人を確認できるものです。2つ目はなるべく個人番号カード交付申請書をお持ちください。平成27年の12月ごろ、皆さんのご自宅にマイナンバーの通知カードをお送りしています。その通知カードの下の部分に個人番号カード交付申請書がついていますので、ある場合はお持ちください。この個人番号カード交付申請書ですが、マイナンバーカードをまだお持ちでない人へ、昨年の12月末から QR コード付き個人番号カード交付申請書の再送付が行われています。この再送付は3月末までに順次送付されることになります。この再送付の QR コード付き個人番号カード交付申請書をお持ちいただいても大丈夫です。なお、申請書をなくされた方も市役所に来ていただければ写真撮影や申請代行はできますので、来庁された時に
窓口で申請書がないことをお伝えください。またこれをお願いですが、月曜日や金曜日など休日の前や後の日、お昼の12時から1時までの時間帯は比較的多くの市民の方が市民課へお越しになります。窓口が大変混雑すると思われますので、できましたらこれらの日にちや時間帯を避けていただくと、より短い待ち時間でご案内できると思います。それから郵便局でもマイナンバーカードの申請ができるとお聞きしましたが、どこの郵便局でできるんでしょうか？はい、もともと市内の郵便局には手書き用の個人番号カード交付申請書が置いてあり、マイナンバーの番号や氏名、住所など必要事項を記入して郵送することで交付申請を行うことができますが、市内の尾道、小浜、高洲、浦崎、美濃郷、原田、立花、岩島、中野小、茂井、三寺の10カ所の郵便局でも写真撮影とマイナンバーカードの申請代行ができるようになっています。身近な郵便局でマイナンバーカードの申請のお手伝いをしていただけるのは便利ですね。郵便局で申請するときに必要なものはありますか？はい、郵便局で申請代行をするために本人確認書類とマイナンバーカードの交付申請書が必ず必要です。もちろん再送付された QR コード付き個人番号カード交付申請書でも大丈夫です。マイナンバーカードはこれからどんどん使い道が増え便利なカードになります。皆さん、この機会にマイナンバーカードを作りましょう。今回はマイナンバーカードの申請について尾道市役所市民課の宮本奈々さんにお話を伺いました。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。